下の探索をしようか。敵出てくるのかな。普通にダンジョンっぽいよね。あー出てくるよね。それは出てくるわ。あーで、不意打ち？あ、狩猟の騎士みたいな見た目してる。このままはめる。よし、いいぞ。てか、おじさんさ、減りすぎじゃね？ TP の量が、えげつないぐらい減ってる気がするんだが。で、これ左の方が正解な気すんな。いや、左の方が正解っていうか、左の方が行き止まりで、ちょっと待って、どうしよう。クラースが、はい。いや、おじさん、これってやることないよな。おお、いいね、一気に。一気に追い込んで、こいつの強さがどれぐらいか分かんないから。ああ、で、あとあれだな、クラス、ダメージ食らっちゃってるのか、今。なんか、ついさっきまで、ついさっきっていうか、風の、シルフのところではダメージ食らわなかったけどさ、あれはあそこのダンジョン限定なのか。あのダンジョンでだけダメージ食らわないですよみたいな。あ、来た来た、リバースドーで。これを、また、装備させておいて、で、あれ、クラスの HP 回復して、ダメージ食らってなかったか今も。で、不意打ちが多いんだよな、どういうわけか。まあ、一気に攻め立てて、クラスで、あ、まあ、こっちでもいいか。なるべくダメージを食らわずに突破したいんだけど、クラスでもやっぱダメージ食らってるよな。ある程度ダメージ食らっちゃうのはまあしゃあないか。で、ここのダンジョンも多分どっかにおじさんの武器防具あるんじゃないかな。さっきのベネチアの街で売ってあった防具と同じやつが多分ここにも置いてあるから、まあ、それを信じてやっていくしかない。おお、いいね、いいね、いいね。やっぱ近接でこれやるのが一番安定だわな。で、呪文で、うい。多少攻撃食らってしまうのは仕方ないんだけど、呪文発動してねえじゃん。ダメージ、あれだな、呪文捉えてる最中にやっぱダメージ食らうと、その詠唱が途中で途切れるみたいな、そういう仕様なんだろうな。めちゃくちゃ厄介。で、ミント。ファストレードでいいか。あれ、なんか、クラス全然ダメージ食らってなくないか。フードをすごい使ってるってわけでもないけど、ミントが大ダメージ食らってるのか、さっきから。あれ、セーブポイント近いな。こっちが、なんかまがまがしい扉あるんだけど。うわー、絶対これボスだ。待て待て待て。まだ行かない方がいいと思う。先に、反対側に宝箱あったから、で、ちょっと待って、隊列を、こうだな。こうして、もう遠距離から、遠距離からゴリゴリ攻めて、もう汚いとかどうこう言われても、構うもんか。で、あー、しまった。いや、なんで発動できてないんだ。今はダメージ食らってなかったんだ。おじさんが身代わりになってるおかげで。いやいや、発動。いや、なんだ、発動するときと発動しないときのこの差が、マジでわかんねえ。ちゃんと今、押してるのを、その、目視したんだけど。どういうわけだか判定にもなっていない。あー、またこいつらか。呪文のクラースのシルフ。とりあえず向こう攻撃。一旦向こう側どうにかしてもらって。
よしよし、これとりあえずやって、プラス結局ダメージ食らってないのかな。でこうして、んで作戦のミントはもう命大事にしておいた方がいいかもしれない。よしよし、おじさんもちゃんと回復して、いいぞいいぞ。なんかさっきから、その、回復追いつかない、やりにくいなって感じてた理由ってこれだよね。コルセスカ。コルセスカって今おじさんが装備してる武器じゃねえか。よしよし、まず仕留めた。で、クラースも、呪文使いまくれていいんじゃないか。ああ、こっちの骸骨か。まあ、どっちか仕留めてくれればとりあえず OK。 でさっきまでずっと置物だったクラスがようやく仕事をしてくれるようになった。これはだいぶはかどるぞ。いいね。なんかパーティーらしい動きがようやくできるようになってきてる感じがする。アーメットヘルム。さあこれで、あーそうだね、おじさん今装備してるやつだよね。アーメットヘルム。ヘルムしか手に入んなかったか。カイトシールドとリングベルの15巻が手に入る予想を立ててたんだけど、まあ、そううまくはいかないか。まあそういう時もあるよね。で、並び替えの、こう。いや、ミントがほんと足手まといだからな。うえ。これぐらいの HP だったらまだミントも回復してくんないっぽいな。多分700、800くらいまで減れば、おじさん今マックス1200くらいか、HP。で、多分ボス戦が控えてるだろうから、まあ、なるべく、回復はしておきたいんだが。あ、呪文じゃなくて、待て。今俺多分 B ボタン押したな。使う予定はなかったんだかな。あー、気絶しちゃった。おじさんの気絶してる時の顔もなかなかコミカルな顔してるようだ。いや、基本全員ダメージ食らってる時みんないい顔してるよね。いやー、 TP51 か。まあ、それこそミックス組とか使って回復すりゃどうってことはないのかもしれないけれど。あ、また気絶。うえ、うえ。でも槍って比較的リーチ保ててるから、そのヒットアンドアウェイでうまいこと戦いやすい気がするんだけど、それでも敵の攻撃食らってなんかうろたえちゃうけどね。はい、でセーブし直して、あの、おこそかな扉の先は、多分ボスなんじゃないのかな。ほら、物騒な客人たちだな。お前が出てみてるか。怒りも、だがそれがどうかしたのかな。お前はリアの両親の仇、覚悟しろ。ほう、スカーレット夫妻をご存知か。しかし、あの方を死と仰ぐ私を仇呼ばわりするとは。どういうことかな、夫妻は。事故死だったはずだ。嘘をつくな。一体誰にそんな話を吹き込まれたのかね。この子リアに決まってるだろう。おとなしく立ち去るがよい。真実を教えてやろう。我が師匠のマナ娘リアは両親と共に事故死している。じゃあこいつ誰。その娘が何者で何を考えているかは知らぬ。だが間抜けな話よ。その娘リアとは似ても似つかぬわ。これどうなんだろうね。一体どっちが本当なんだ。リア、あいつの方が嘘をついてると言ってくれ。その子を残していけば館に勝手に踏み入ったことも許してやろうではないか。うわぁ、映ってるよ、あの影は。
とうとう尻尾出したらお前もダースの手つきか。何、貴様見えるのか。リアは隠れてるんだ。貴様ら生きて帰れると思うなよ、覚悟。あー、ボス戦始まっちゃった。不意打ち、とりあえず作戦で補助を使えにしよう。リリテイって何、後ろにもなんか変なのいるじゃん。今一体仕留めたのか。違う、こいつワープしてる。で、手見てるが、あの青いゴブリンみたいな、ゴブリンみたいな見た目になっちゃってる、クロノトリガーの魔王みたいなやつ。ちょっとゴブリンサイズだから、見た目がだいぶ情けない見た目になっちゃってるけど。ちょ、技使うか。ああ、全体技だ。おお、いいぞ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 。もう一発、よしよし。後ろにザコのお化けにも攻撃入ってるね。よしよし、いい感じで攻撃をし当てて、オッケー、もうなくなった。あとこのデビってるだけだ。一気にボコれ。いいね。なんならさっきのあの人面獣の方が強かったぜって言おうと思ったけど、こいつ今即死技使ってきたな。あれ買っといてよかったな。あのなんだっけ、復活ドリンクなんてやつだっけ。ライフボトルか。いや、まさか即死技を使われるとは思わなんだが。うわ、これ使ってくんのこいつも。どんぐらい食らう。うわ、いっ、これ死ぬって。ちょっと待って、作戦でミントは命大事に。いや、危ない、マジでくたばるくたばる。ちょっと待って、おじさん、よしよし、ナイスナイス。でヒール、よし。うわ、クソ、おじさんまた死んだ。おじさん死にすぎだろ。いや、マジ買っといて正解だったのこれは。あいつどんぐらい強いの。いや、なんか反応ないし。あ、いや、反応してるか今。うわー、これクラス死んだんじゃないか。666って悪魔の数字だし、これ持たなくないか。うわ、最悪だ。今、回復追いつかなかった。その後、彼らの抜けを知る者は誰もいなかった。いや、こいつ強いのか。いや、どっかで、ガチレベル上げ、必要かもしれん。というか、待て。なんだっけな。今の MP が足りないから、MP 回復用のやつ、名前なんつった？オレンジ組か。TP をこの状態までやって、なおかつ、HP を最大の状態にして、ちょっとこれでやり直そう。ちょっと今この作戦はあんまりよろしくないな。まあ、雑魚戦終わった後にもう一回ちょっと回復を入れ直して、ちょっともったいないけど、もう一回いいや。ちょっと時間がもったいないから、とりあえずこれを使ってもう一回オレンジ組で。お金こんだけ636も手に入ってるんだったら、回復使ってもそんなバチは当たんないでしょう。ということで、オレンジ組と、
アップル組。これでほぼステータスは全回復の状態で、いやーこれレベル上げ必要だな。きついぜ、普通にボスで全滅しちまうとはな。情けない。初じゃないかな、その全力でやって全滅したの。前にコカトリスみたいな空中に浮いてる卑怯なやつと戦った時は、あれは攻撃の方法が分かんなくて死んだっていう理由だったけど、今回は攻撃方法分かってるくせに回復とかが追いつかなくて死んでるからな、情けなさすぎるぜ。で、今回のパートもコーラを飲みながらやっていく。さっき言ったっけ、あれかな、こいつのペットみたいなやつ全部倒しちゃうと本気出すみたいな感じなのかな。なんかもう速攻あれだよ、やられてるんだけど、作戦でミントは攻撃補助で、フランス呪文使いまくれで、とりあえずこれで いける限り行って、なんか石化してる。さっきとはまた違う行動してるんだけど、待てあいつ死にかけてるな。ミントが命大事に、あ、くたばった、クラスくたばったな、まずい。クラスがくたばっちゃったから、復活ドリンクどこ行った、ライフボトルで、いやだいぶ攻撃えぐいよな。これあれか、間に合ってないか、もしかして。いや間に合ってるか、あれ回復間に合ってねえじゃん。いや間に合った、間に合った、うーわ間に合ったけど、これクラスまた死んだだろう。いや、これおじさんも席か。いや、さっきよりひどい。いや、このデミテルがさ、攻撃の頻度が強すぎないか。これ何、もしかして魔法攻撃とかしてたら、カウンターでやってくるみたいな感じなんだ。いや、マジで回復全然追いつかないんだけど、どうなってんのこれ。いやこれ死んだろ。この恐ろしい悪夢を見ちまったな。つうことで裏で、まあ、ちょろっとなレベルを上げてきた。まあ前のデータがこれで10ぐらい上げたのかな、10ぐらい上げて、まあ2時間半ぐらい、まあ、レベルを上げてきたぜ。このデータにももう上書きしとくか。まあ、HP がね、今は800ぐらい増えてんのが、この時のデータよりも。まあ、さすがに、これでいけるとは思うんだけど、で、技とかもいろいろ覚えてくれた。秋さざめ、これ前から覚えてたっけ？なんか2つぐらい覚えたんだよな。この重将来っていう、一時的に防御力を上昇させる技と、あと、鳳凰天狗っていう技を覚えて、あとは奥義も全部極めた。今技は全部マックスの習得率になってて、これだけは重将来だけは習得率っていうのが特にないっぽいわ。1回ぐらいしか使ってないけど、正直これなくても大丈夫なんじゃないかなと思うんだが。で、せっかくだから、この辺、適当につけておくか。で、ミントもミントで、魔法をいろいろ覚えてくれて、アシッドレイン、敵の周りに防御力を下げる特殊な雨を発生させる覚えてくれて、で、アンチドート、毒、解毒の魔法を覚えてくれて、
あとナース、これ味方全員の HP を回復させるベホマーラーを覚えてくれたんだよ。あとこれ目玉だよね、ヘイスト、味方全員の移動速度を上昇させる。これ使えばさ、ボス戦でまず開幕これだよな。開幕ヘイスト使ってやればもう一気に攻め立てられるんじゃねえかなとは思うんだが、つうことでさあ、いざリベンジマッチ。またでもここの茶番もう読むのめんどくせえから、もうそのまま飛ばすわ。はい、嘘つき落ちと、はよ鏡に化け物の姿見せろや。このハゲハゲてはいねえけど、いやリアもこれ黙ってないでなんか言えばいいのによ。なんでこうも無言になってるんだよこいつ。でもリアもリアでちょっと怪しい気もするけどな。あの影はでおじさん気づいてるけどさ、リアもリアでちょっと怪しいよね。すぐに否定しなかったっていうのがなんかあんのかもしんないよな。さあ行くぜ。まず呪文のミントのヘイスト、まあおじさんにヘイストかけるかとりあえず。っていうか全員にヘイストかかるんじゃないのか。まずはこれで一気に攻め立てて、あの稲光邪魔だな。あ、石化してる。で作戦でちょっとミントは命大事にして、いいぞいいぞいいぞ、この突きまくる技でまずはこいつらを突きまくって、どっちも仕留めたんじゃないか。よしよしよし、いいぞいいぞ。デミテルにもさっきよりもいいダメージ入ってる気がする。もう一気に攻め立てて、でそのまま呪文をミントの呪文で足トレインとかも かけてみようか。効くのかどうかも分かんないけど、あーなんかあれだな、効いてなさそうだな今の感じ。いやでも 82？ さっき40何歩とかのダメージじゃなかったか。さっきよりもいいダメージ取ってるような気がしなくもない。ヘルジム使われて、まずいぞこれ。ヘルジム使われる前にこっち今スピードがノリに乗ってる状態だから、もうガンガン突きまくって、おっしゃいった。クソザコナメクジだったな。805の経験値でもお金めっちゃ手に入れた。いやこれは気分いいな。つうことで酒を飲んでしまおう。あスミノフ、まあ、さっきもちょろっと話したけど、スミノフが家に届いてからこれをね飲みながらやっていくわ。うん、あーうめえ。なんかアイテム宝物庫みてえじゃん。なんかいっぱい手に入れてる。さあいなくなったぜ。これで本当に良かったのか。兄貴何かにさ乗り移られてたとかなんじゃないのかな、あの悪霊みたいなやつ。リアさん大丈夫か。信じてくれてありがとうございます。しっかりして、これで私も両親のもとへ行くことができます。え、最後のお願いです。私の心優しい友人をどうかよろしく。え、誰のこと言ってんの。心優しい友人をどうかよろしくって、え、何デミテルのこと。え、でもデミテルとリアって兄弟なんじゃないの。うん、どういう間柄なんだっけこいつら。え、リアしっかりするんだ友人って。リアさん、なんか天から舞い降りてきてるけどよ。おおおお、ドッペルゲンガー的な、なんか ポルターガイスト的な謎の現象が起きてる。見た見た。クラ、うん、あ、これクラスが言ってるのか。今のは一体。リアさん、手に何か持ってる。リボン？リボン？ええー、光
き返った。リビングデッドか。ここはどこ。リアは、リアはどこになったの。え、なにこいつ、二重人格的なやつなの。リアさん、リア、違うの、私はアーチ。リアじゃないね、こいつアーチなの。あれ、ポニーテールがどうのこうの言ってなかったっけ。ポニーテールじゃなくね、こいつ。あの、なんだっけ、バートだっけ。あの、あばら屋に住んでた、谷のところにあったあばら屋に住んでたやつの娘だよね。あ、アーチャー、あ、アーチャーって。どういうこと。アーチ、ごめん、実は。いいんだ、帰ってきてくれさえすれば。何が起きたの。ごめんなさい、お父さん。え、何今泣いてんのか。おじさんも引っ張り出されてる。敵への憎しみが晴れぬあまり、嘆きさまよう友の魂に自分の体を貸し与えるか。どういうことだ。リアが死んでて、そのリアの魂にアーチが自分の体を差し出したって意味か。リアさん、天国に行けたんでしょうか。行けなきゃおかしいさ。あのアーチって娘が腕利きの魔術師だからできたことだろうが、全く驚いたな。リアさん、あ、ごめんなさい。いいのよ、気にしなくても。ミントちゃんだっけ？私がいつまでもポニーテールにしないから悪いんだもんね。おお、今髪の毛をポニーテールにしてんのか。これでどう？あ、ええ、似合ってます。リアの力になってくれてありがとう。ね、今度は私がみんなの力になってあげちゃうから。おお、魔法少女だ。これは私のお父さんからお礼だってさ。あ、契約の指輪、アクアマリンとルービーを手に入れました。水と火の魔法が使えるようになるのかな。さあ、行きましょう。よし、アルバニスタへ向けて出発だ。おお、新キャラレベル差めっちゃあるじゃん。俺上げすぎたな、多分レベル。いや、頑張れば、やりようによってはあの低いレベルのままでもどうにかなったのかな、わかんないけど。で、ちょっと装備。一応今これが、この子の最強装備ね。で、親父にも話しかけて、アーチをよろしく頼むよ。しかし、いつの間にこんなに成長したんだろう。ついこの間まで子供だと思ってたのに。いや、子供の成長はあっという間だぜ。さあ、で、これで、またここに行って、ああ、そういえば、いや、ここもともとぶっ壊されてたか。いや、あいつら、俺ちょっとあいつらがどうなったか気になってたんだよ。ここじゃなくて、ユークリッドの村に、その、ナンシーの家はあるよね。ナンシーの家はあると思うんだけど、お、奥義をガンガン使って、おお、今のアーチか、炎をやって、炎と、いやでもなんか、風魔法も使ってなかった。グラフィック一緒なんかな。炎しか使ってないよな、でも。あれ、なんかどんよりしてない。いや、もともとこんな BGM か。なんかあいつうつろな表情してるな。あんなにうつろな表情してたっけ。ちょっともう一回こっち側から、こうか。うい、どうした。ほら、こっからだとベラーダムの村も見えるよ。いや、セリフ変わってるやろ。なんかいつもよりどんよりした表情をしてたような気がしたんだけど、気のせいか。で、あの八百屋の娘ナンシーはこっちにあいつと一緒にいるわけじゃないのか。
ベネツィアに帰って、うん、いや、エルヴィンの話はいいんだ。ナンシー駆け落ちしてこっちの村に、あ、野菜、野菜、これか、八百屋。あ、いや、いないか。いや、これもよくわかんないな。ローンバレーのクライン。いや、でもローンバレーに、いや、あれ、クラインってやついなくなかったか。え、バートは住んでたけど、そもそもあそこローンバレーの谷だっけ。あの風の精霊セピアだっけ、なんだっけ、セシルだっけ、なんかそんなやついたじゃん。それを仲間にした場所。なんか風の噂では遠くでとてつもなく大きな軍隊、うんね、シルフだっけ、風の精霊で。八百屋にもあいついねえし、この辺のモブのセリフは変わってなさげだな。あ、だっていねえもんな。あの女いねえから。え、どこにいるんだ。やっぱ北のベネツィアの、ベネツィアを探しまくればいるんかな。ああ、で風魔法。え、誰、今のあいつなんとかって、ちょっと待って、今度あれだな、ミントが完全お荷物みたいになってんな。アーチェが、まあ、何かしらのアーチェの技を見よう。ファイアボールとアイスニードルが使えると。はあはあはあ、まあ、炎のあれだもんな、契約がどうのこうの言ってたもんな。炎と氷のアクアマリンとルビーか何か手に入れたみたいなこと言ってたよね。アイテムの貴重品？デミテルの館内の扉を開けるための鍵。これもう使うことないと思うんだけど。宝石のところにあんのか。ああ、ルビーと赤マリンあるね。攻撃力が上昇する。水の防御属性がつく。これ悩みどころだな。アーチェ装備、マントだ。マントは別になくてもいいだろう。あ、でも装備できるわけじゃないんだ、アーチェすら。え、ミントは、んー、でもミントにも装備させたいわけではないな。クラース、マントいらんだろう。あ、回避コア上がんのか。いや、でもこいつ装備できるか。クラースの攻撃力上げたところでって感じなんだよな。いや、一応これ装備させておくか。おじさんは装備できんのか。あー、おじさん装備できねえ。なんかクラースばっか装備できるみたいな感じなのか。これでクラースも属性魔法使えるみたいな感じか。火と水をどっちも装備させればそれ覚えるよみたいな感じか。今水しか装備させてないから、その何かしら水魔法みたいのを覚えてくれたりするのかな。ちょっとその辺の仕様がまだよくわからん部分ではあるんだが、まあ、とりあえず北の例のベネツィアに一旦向かうか。こっから船で今移動できんの？うん、でっかい港町だな。うん、相変わらずいねえのかな、もう。あ、もういねえな、完全に。